ほら、あくび出てなかった。どうも、しゅんです。こんにちは、おはようございます。今日10月24日の水曜日なんですけども、今日金曜時間割なんですよ。え、知っとる？知らなかった。そう、金曜時間割で、いつも俺全休なんやけど、水曜日はね、水曜日は全休なんやけど、金曜日1限から4限も1限じゃない授業あるから、そう今日来てるんですけど、僕大学3年生になってから授業全然休んでないんですよね。新規一転して、今日も3限なんですけど、朝7時から学校に来ています。といつも文系なんですけど、今日は理系のキャンパスに来て、朝食バイキングあるということなので、理系のキャンパスに来ました。まさきは1限あるよね。俺1限あるね。やばい。だからいかん、すぐ行かん、すぐ行かないとやばくて、8時15分までには行かないといけないけど。じゃあ15分で食べよう。そうね、本当にあと15分。行くか。よいしょ。怖い怖い追跡。怖い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 。なんでやってないの？なんでやってないの？やってない。8時から開店って書いてあるのに。なんでやってないんかは謎なんですけど、多分気分が乗らなかったんじゃないでしょうか今日は。ということで文系キャンパスの方に移動して、マジ急がんとダメやね。食べる時間5分ぐらいしかないかもしれないけど、急いでちょっとダッシュで食べに行こうと思います。はい、ということで理系のキャンパスがなぜかやってなかったんで、本当なんでって感じないけどね。右ね、あ、右じゃないか、左になる。あ、Uターンか。だってでも朝早すぎたのかな、8時にやってないのかな。本当に終わったと思う。終わったと思うんだよ。左、ね、あ、ここ右やわ。急ぞ。やばい、マジ時間ない。マジ時間ないな、お前。いや、やってそうだね、今回は。大丈夫。めっちゃ美味しそう。美味しそう。ね、安いしかも。安いね。うん。いや、マジ嬉しい。皆さんしょぼいと思うかもしれないですけど、これが全メニューだったんですよ。ガチの全メニューでした。唐揚げ、レンコンに、あ、じゃあレンコン菌、なんだ、千切りに。317円と超安い。しかも栄養も満点で、色合いは全然まあ微妙だけど。こういう朝食になっております。全く同じ、うん、こういう時ってなんか違うのを頼んで、うん、って感じなんやけど、うん、違うのがなかった。マジでなくて、うん、完全に同じに違いました。そうで、まさきはなぜか破壊かというと、今から実習があるらしいです。そうなんですよ、うん、かなり時間やばいんで、ね、あと2分。いただきます。味噌汁から。ぬるい。美味しそう。あ、美味しそう、普通に、ね、うん。レンコン菌。栄養はありそう。ほんとね、野菜1週間くらい取ってなかったから、久しぶりの野菜です。やば。表現しづらいの、めちゃめちゃうめえとも言えないし。まずくない。まあまあ、千切りにです、うん、では千切りに。美味しい、うん。あ、美味しい。一番美味しい。意外と美味しい。うん。皆さんも、近代に来たら、なんと3種類から選べます。はい。で、すごい。なかなかないんじゃない？この3種類から選べるっていう。皆さん、朝食おすすめです。まあ、で、やばい、時間が。固定で。どう？普通に美味しい。美味しい、うん、よかったよかった。医学的にもやっぱ。医学的にビタミン、野菜取れて、緑黄色野菜取れて、うん、ごぼうで食物繊維も取れて、うん、で、唐揚げでタンパク質も取れるんで、もう、で、わかめで海藻も食べれるんで、バランス完璧ですね。おもう計算し尽くされた。やっぱ急がんな、急がんな。はい、ということで、こんな感じで僕たちの平日の一日は始まっていきます。頑張ろう、今日も一日頑張ろうね。最後に補填やっとく。やっとくか。バン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